元阪神福永俊もドバイへドラフトで指名される。中東南アジアで初のプロ野球リーグベースボールユナイテッドに参加する4チームのドラフト会議が行われた。元阪神の福永俊吾投手が指名された元阪神勢では他にもジェフリー・マルテ選手、ウィリンのサリオ選手も指名された。今季 DeNA に所属して戦力外通告を受けた平田慎吾投手34、大和日ハム、ロッテのレアード内野手、元中日、オリックスのモヤ、元ヤクルトのハフラへの PB 経験選手が続々と指名を受けた。日本より年俸高そう。オリルマネーとか年俸青天井やろ、 NPB よりええんやないか。平田とかモヤとかマルテとか続々拉致られてて草、無事に帰ってこられるんやろか。これでもし平田が活躍して年俸10億ですとかになったら、ある程度年いった選手は中東に出稼ぎに行くみたいなルート型落ちできそう。めちゃくちゃええやん、羨ましい。メジャーリーガーが死してワンチャン石油王に気に入られねえかなってやってるリーグやろ、すぐ撤退しそう。ドバイで福永とか NBA やん。理由はあれどドバイに住めるんか、美女めちゃくちゃ多いぞ。レアードはインドだな、この辺り野球流行らせようとしてるんか。ロサリオもマルテもドバイ行ってて草。独立リーグ行くくらいならドバイで稼いだ方がええか。下手したら日本より稼げるわ。独立でせこせこやるより全然ええんとちゃう、設備は知らんが混沌としたリーグになりそうでええな。始まったらちょっと試合見てみたい。インドとかパキスタンにもチームを置くリーグらしいけど、ほんまにうまくいくんかこれ。世界に野球が広まっていくの早いことや。最低年俸どのくらいなんだろう。いい、平田もドラフト指名されてるし、このまま実績そこそこのやつらたくさん集めてほしいわ。マルテロサリオクサ、確かにここら辺取り込んだらちょっと見たくなるわ。中東リーグ成功したら日本に来る外国人はさらに減るやろ。古来の PB に来る外国人選手の質が下がるな。キューバ選手とかチャンス求めてドバイ行くやろ。ドバイリーグとか育成でも多くもらえそう。福永頑張れ。自国の選手使わないとおじさんリーグになっちまうよ。監督コーチとかは日本から行く人いないのかね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。